エレグア像の一例、エレグアは、ヨルバ人の伝統的宗教における神の権限を反映する精霊、または神的なもの、または精霊信仰的な信仰概念リシャの一つである。エレグアは、天使、ミカエル、聖人パドバのアントニオ、またはアトウチャの聖なる子、キリストのようなキリスト教関連の概念と混合されて信仰されている。エレグアは、エグバ族の居住地域の王である。 奥ボロと、アニヤギの息子。エレグアの名前の由来は、ヨルバゴのエース、エレジェバーグから来ている。それは、メッセンジャープリンスリビングインイーグバという意味である。また、オバタラとイエンボーの息子で、シャンゴ、オグン、オスン、オルミナたちと兄弟である、とする説もある。エレグアに捧げる供物は、魚、フーティアの燻製、ヤギ、鳥、焼きトウモロコシ、ココナッツ、バター、 パーム油、酒、タバコ、砂糖菓子各種などである。ありがとうございます。